9番の高橋浩二、5番の山口を抑えて、7番の三浦平志郎が車下げていきます。しかし外を通る形で7番の三浦平志郎を巻き返して9番の高橋を切って出ました。誘導まで下ろした7番の三浦平志郎が主導権で打勝です。さあ東北両者先頭と中段、7番の三浦平志郎が風を切る競争、4番手の位置取り9番の高橋浩二、これをめがけてインコースから5番の山口翼、相葉寿ラインも反撃しますがやや打ち包まれている。さあ残り1周を切って7番三浦平志郎最終選考ですが、打ち打ちさばいて出た5番の山口翼、この後ろが並走となっている1番の坂本、6番の佐藤健、井端市勢のマーク陣続けるか、外からは9番の高橋浩二ですが前は7番の三浦平志郎だ、番手から2番の須田大光と間割って8番の武藤、広がってゴールイン、最後は7番の三浦か